今日、目白録12章14節の御言葉を通して自分の翼を受ける世の終わりの信徒自分の翼を受ける世の終わりの信徒という題名で御言葉を語りたいと思います。先週水曜日えに回復についてメッセージをしました。私たちが回復するためには自分自身の罪を。 悟りそしてその罪を悔い改める姿が必要であると言いましたそして神の御国土地と子孫と主権を回復する霊肉魂の回復をなさなければならないということを意味語りましたそのためには信仰と従順とまた行いが必要であると語りました今日私たちに必要な わしの翼とまた信徒の姿勢について見てみたいと思います。今日の本文を見ると太陽を着た女が出てきます。これは最後の世の終わりの時に現れる誠の境界を意味します。光,を光に包囲されている状態を意味しますね。太陽を着ていると。 4編八84編を見ると、11節を見ると、神様が太陽であると語っています。神様が太陽なんですね。ですから、この神様の御言葉を受けて、また神様の御言葉を伝える教会それがこの太陽を来た女であります。しかし、しろん今日の12章を見ると、この女がサタ,ンの働サタンの攻撃を受けると語っています。この時に今日の本文14節を見ると、 女が大きなわしの翼を受けて荒野に逃れていってそこで養われると語っています。今日私は私たちがこのようなわしのような大きな信仰を持ってまた私たちが御言葉にかなうものとして回復するためにはどのような姿勢を持つべきなのか今日は見てみたいと思います。まず 一番目に、世の終わりの信とは、わしの翼を受けなければいけません。わしの翼を受けなければいけないと。このわしの翼というものは、神様の永遠なる導きと保護を意味しています。神様の永遠なる導き、保護を意味していますね。イスラエルの人々がエジプトから出て、アラノを通って、カナの地に入るこのすべての家庭を 私たちが救救いいを受けるる済士の過程であると聖書は語っています堕落した世の中であるこのエジプトを出てそしてイエス・キリストを信じ荒野の教会を通ってカナの地天国に入ることこのすべてが救済士でありますこの救済士の過程をわしの翼の導きであったと聖書は語っています ステージプトキ19章4節になりますね。ステージプトキ19章4節を見ると、あなたが私がエジプト人にしたことを、あなた方をわしの翼に乗せて、私のところに来させたことを見たと語っています。ステージプトキ19章4節です。アラノというむ恐ろしい場所を通るときに、神様はいつもイスラエルの人々を守って導かれたと聖書は記録しています。 私たちが人間の力でいくら努力しても、またいくら前に前進しようとしても、自分の力ではできない行くことはできない場所があるのであります。神様の導きがなければ通ることができない場所がこのアラノというところなんですね。私たちに信仰を与えてくださり、御言葉をくださり、恵みをくださって、導いてくださるときに行くことができるのがカナノ地なわけです。 しかしこの翼というものは他人の翼ではなく自分の翼を持たなければいけないと語っています。シスエジプトキ19章では神様がこの翼を持って私たちを背負って導かれたと記録しています。わしがですね、母のわしが子供たちを背負って飛ぶように神様が私たちを背負って導かれたと。 守,守られたと語っていますしかし、世の終わりには、最後の時には、自分の翼を持って天国に行かなければならないと語っています。自分の翼ととを持ってですね、自分の翼を持って、神様と共に各自が飛んでいくものとならなければいけないということです。私たちも子供を育てるとですね、小さな子供の時、すべてをやってあげますよね。泣いたら 抱っこしてあげて、あげ食べさせて、また着させて、おむつも変えて、すべてを両親がするわけです。両親がいなければ、親がいなければ子供は生きていくことはできません。しかし、成長していくならば、えー、自分でできるように訓練していきます。そうしたときに、大人になったときにですね、自分一人の力で、 えー、何もかもできるようになるわけです。教育を受けることによって正しい、えー、考え、正しい判断,判断、そして力を持って生きていくことができるようになります。神様も同じように私たちの信仰が弱いときには私たちに全てのことを、えー、してくださいます。私たちを背負って また必要な家庭をくださり必要ならば奇跡も与えてくださりまた祈りの答えもくださいますしかしある程度成長していくと自分の信仰を持って自分の信仰がしっかりと成長していくことができるように訓練される時が来るということです訓練を通して私たちを強くまた自分の信仰によってしっかりと歩んでいく大人と なるることができるように私たちの信仰を訓練されるわけです。わしを見るとですね、えー、ヒナが成長していくと、そのまま、えー、黙って、えー、何もかもやってあげるわけじゃないんですね。ある程度成長すると、えー、わしをですね飛ぶことができるように落として、翼を動かす訓練をするわけです。 子供の立場からしたらお母さんがおかしくなったと言ってですね、見つめるわけですけれども、落ちていくのを自分で感じて、その時から一生懸命翼を広げて飛ぶように練習するわけです。この野生というのはとてもえ厳しい場所ですよね、危険ばかりの場所です。ですから、和紙 はですね親はですね、しっかりとその野生の中で暮らしていくことができるように強く厳しく訓練するわけです。そういう野生の中で暮らすわしというものは、もう半分以下だと言われています。生まれたものの半分以下。私たちも同じなんですね。私たちクリスチャンもこのわしのようにですね。 の最後まで残るものは何人いるでしょうか神様も私たちをですね私たちを強く訓練されているということをしっかりと覚えなければいけません。強く訓練することによって最後まで残,り残る、えー、そういう強いものとなるわけです。 ですから私たちにあらゆる苦難、困難が来たとしても神様が私たちを愛してくださっているということをしっかりと信じてまず感謝する皆さんとなることを願います。では、どのような人にこの翼をくださるのでしょうかまず1つ目に、主を待ち望む者に与えられます。主を待ち望む者に与えられるんですね。イザヤ40章31節を見ると、ただ、え、ー 主を待ち望む者に新たなる力を与えてくださると語っています。わしのように翼を張って登ることができるように新たなる力を得ると語っていますね。イザヤ四40三31節です。この待ち望むというのは、えー、望みを天においてその天を待ち望みながら、えー、歩むことを表しています。絶望することなく。 どんな時にも神様だけを信じて、一生懸命前進していく人、そのような人がこの待ち望む人であります。そういう人に翼を暮らせるわけです。努力もせず、天に登ろうともしない人に翼を与えても、その翼を使うことなんてできません。使うことはできないですね。その翼を持つことはできる、また動かすことはできる人に与えられるわけです。 実際にですね、えー、一番大きな鷲の翼を持った鷲というのはですね、えー、3メートルです、3メートル。そういう大きな翼をですね、スズメだったりカラスに与えても使うことはできないわけです。その翼をしっかりと動かすことはできる。 コントロールできるそういう信徒にならなければいけないということなんですね。2番目に神様の、えー、訓,練訓練を受けるものに与えられます。神様の訓練を受けるもの太陽を着た女に翼をくれると、先ほど黙示録14章で語られましたけれども、養うためでありました。訓練するためでありました。先ほど言ったように、親であるわしがですね、 ひなを自分のその住処か,から落として翼を持って羽ばたく訓練をするようにですね私たちを訓練されるわけです親はその子供落ちていく子供を翼にまた乗せて上に登ってとそれを繰り返しながら飛ぶ訓練をするわけです新明記32章11節から12節も書いていますね新明記32章11節から12節を見ると わしがその数のひなを呼び起こし、その上に、その句の上に舞いかけり、その羽を広げて彼らを乗せ、その翼の上にこれを覆うと語っています。神様も同じように、イスラエルの人々はこのように訓練されたわけです。ただ、えー、背負ってですね、カナンの地に楽に連れてってくれるのではなく、そのような家庭の中で、荒野の中でですね、ひなをおろ落としまた飛ぶ訓練をさせ、 えー、自分の信仰で歩むことができるようにするわけです。神様はですね、えー、神様は私たちに楽に暮らすことを求めておられません。神様は私たちにただ保護して守ってあげると、えー、いうことを聖書には語ってないわけです。必ず信仰がどんどん成長していけば、えー、私たちを訓練されると、試練に合わせ。 自分の信仰を強くすることができるように訓練されると語っています。神様だけを主体求めるように、神様に頼って歩むことができるように、また神様の恵みであるということを悟りながら暮らし,暮らしていくことができるように、私たちを訓練されると聖書は語っています。えー、わしの子供がですね、えー、自分の巣から落とされるように。 神様も私たちをゆすることがあるわけです。しかしそれは神様が私たちを捨てたからではなく、関心がないからではなく、私たちを愛しているからこそ、私たちを訓練されるということを覚えなければいけません。ですから私たちが今、試練にあったとしても、苦難の中にあったとしても感謝しなければいけません。神様の前に栄光を表すべきなんですね。神様は私たちが完全に地面に落ちる前に必ず、 えー、救ってくださいます。必要ならばまた私たちを落として、また翼を広げる訓練をさせ、また地面に落ちそうだったらまた、えー、救いして私たちを上に、えー、上げてくださるわけです。そういう愛の訓練をしてくださる神様の姿を私たちは、えー、この足の姿を通して見ることができるわけです。私たちはこれからはその神様の翼の上で、えー 背負われていくんではなく自分の翼を持って成長しながら歩むそういう神徒にならなければならないということを成長は記録しています2番目に備えられたところに飛んでいかなければいけません,そんで備えられたところに飛んでいかなければいけないとまず1つ目に備えられたところはアラノであると語られています今日の本文を見ると龍がですね女を迫害するときに 女は荒野に飛んでいったと語っています。これは神様から供えられた酒どころでした。世の終わりの信徒には必ずその翼を下さって隠れて守られるその酒どころを準備してくださると聖書は語っています。今日の本文、目視録12章、まず6節を見るとですね、女は荒野へ逃げていった。 そこには彼女が1260日の間養われるように神の用意された場所があったと語っています。また今日14節を見ても、女は自分の場所である穴に飛んでいくために大きなわしの2つの翼を与えられて、1年、2年とまた半年の間養われると語っています。神様は私たちのために、この後3年半のこの苦難を前にですね、備えてくださる、備えられた場所があると語っています。酒どころがあると。ノアの時も、 洪水の審判の中でもノアにはその、えー、箱舟を与えてくださいました。酒どころを与えてくださったわけです。ですからその酒どころ、箱舟に入ることによってその家族は救われることができました。ソドムとゴモラの審判の時も同じです。ロトとその娘たちを呼んでですね、あ,、えー、ある、えー、町を与えてくださいました。酒どころとして 同じように私たちにも後3年半の大観覧を前にして私たちが入るその先どころをあらかじめ与えてくださると語っていますそれがアラノと語っているんですねこのアラノというのは首都行伝7章38節を見ると首都行伝7章38節を見るとアラノは教会を表していると語っていますですから私たちに与えられる備え場所備えられたところというのは教会なわけです私たちの教会が 私たちの酒どころなんですね。インターネットを見るとですね、今、お金持ちはですね、自分のためにバンカーを作るといいます。自分の家の庭にですね、バンカーを作って、えー、爆弾が落ちても大丈夫なようにですね。 酒所を作るというんですね私たちはコロナを今体験しながらどうですか必要なものは家に買っておいて準備しますよねそのように必要なものを買っておいてそこに保存しておくというんですね。そして自分自身を守る、保護する、そういう人たちがいると。 記事に書いてあるるのを見ることはできましたしかし私たちはどうでしょうか本当にそうやってバンカーを作るからといって私たちの命を守ることができるでしょうか神様はイスラエルの人々にマナーを下さいましたね。マナーは何もしなくても神様が毎日毎日与えてくださった神様の糧、えー、でありました。神様が下さる家庭。 エジプトにいるとき、またカナの地に入,る時に入ったときには、マナを与え,てさいましたあ与えられませんでした。アラノで,アラノで暮らすときだけ、マナが与えられたんですよね。ですから、この教会を通して、マナが与えられるわけです。苦難を、えー、乗り越えることができる、その過程をです、ね、私たちに十分に与えてくださるのが教会であるということです。ヨハネ6章、48節から51節を見ると、 このマンナというものはイエス・キリストの御言葉を表していると語っています。また、アモス8章11節を見ても、主の言葉御言葉を聞くことはできない飢饉が来ると語っています。ですから、私たちはこの苦難を、観難を準備するために、私たちはこのアラノの教会に来てですね、神様の御言葉、 このマナーを受けて保,保管しなければいけないと。み、えー、言葉を貯蓄しなければいけないということを私たちに示しています。私たちの教会、この教会がですね、えー、私たちに御言葉をくださり、また、えー、家庭をくださる命の、えー、酒どころであるということを皆さん信じてください。2番目に、アラのの自分の場所に行かなければいけません。アラノの自分の場所。 自分の場所他人の場所ではなく自分の場所です。今日の本部を見ると女がですね行くところは自分の場所であったと語っていますよね。女の太陽を着た女だけのための酒どころがあったと。ですから他人の助けを受けて他人の信仰によって行くんではなく各自自分に与えられた信仰によって自分の、えー、翼を持って行かなければいけないのがカナの地であるということです。 自分自身が訓練を受け、自分自身が御言葉を受けて、悟って、そして自分自身で従順しながら歩まなければいけないわけです。神様に求めておられるそういう信徒の姿を私たち自身になければいけないということなんですね。では、自分の場所というのはどこでしょうかイスラエルの人々にとっては40年のアラノの生活でした。モーセには、えー、ミディアンのアラノでしたね。ダビデにとっては サウ,ルをえー、サウルから逃げて出ていった逃避生活をあんま意味しています。私、ま、とパウロにとっては私とヨハネにとってはパテモストでしたね。ですから、えー、この、えー、自分の場所というのはです、ね、どこでしょうか自分の場所というのは神様の目が視線がある。 保護と教育の場所であります。神様が見て、神様が守ってくださる保護とえ教育の場所ですね。アラノというのは自分しかいません。自分の力で守らなければいけない場所であります。自分自身の力で全てを出、えー、さなければいけないのがアラノなんですね。ですから私たちはアラノの生活を置いて神様だけに、えー 頼りながら歩む必要があるわけです。世の終わり、神様の,その教育を受け、訓練を受けて、自分自身の信仰を成長させて、完成させる場所がこのアラノン生活、教会の生活なわけです。神様から求めておられる信仰の姿を、この教会生活を通して私たちは持たなければいけないわけです。また2番目に、 私たち自身が旅人であることをしっかりと覚えて永遠なる天幕に向かって歩まなければいけません。イスラエルの人々は天幕を張ってアラノで暮らしました。テントですね。出エジプトをしてからアラノに歩む者たち、アラノで歩む者たちに えー、神様はあなた方は旅人だったことを忘れてはならないと語っています。ステジプトキ二22章、21節を見るとあなた方は気流の他国人であったのだと語っています。気流の他国人。他国人、えー。自分自身の故郷ではないということですね。帰るべき故郷があるということです。神様は私たちを自分の場所に行かせてです、ね、そこで養育されるわけです。養うわけなんですけれども。 その場所は永遠にそこに暮らすのではなく、旅人として、ある程度、一定の期間だけ暮らす場所がその自分のところであるということですね。どんなに訓練の中で苦しくても辛くてもですね、それはえ永遠なものではないということです。短い時間であるということを意味していますね。 マタイ24章13節を見ると最後まで耐え忍ぶ者は救われると語っています私たちに今苦しいそういう辛い状況があるかもしれません悲しいかもしれませんしかしそのような過程もですね永遠,で永遠なものではないということです短い時間であるということを意味しています私たちは故郷に戻してくださる それが約束なんですねアブラハムを見ても、アブラハムは自分の場所で養われて、信仰を強めることになりました。ヘブル11章13節を見ると、えー、彼らは皆、えー、信仰を抱いて死んだ、また約束のものを受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では民人であり、気流者であることを自ら言い表したと語っています。そして16節を見ると、 実際彼らが望んでいたのはもっと良い天にあるふるさとであったと。だから神は彼らの神と呼ばれてもそれを恥とされなかったと語っています。そして神は彼らのために都を用意されていたと。都。故郷を用意してくださったということです。私たちにも同じように永遠なる天幕を、永遠なる故郷を待ち望みながら歩まなければいけないということを意味しています。目示録21章3節を見ると、 神様の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいましてと語っています。このような世界が必ずあるわけです。天と地が一つとなって、神様と私たちが天と一つとなって、一緒に暮らす天幕、天の故郷が私たちには用意されているということを語っています。そういうい 三、えー、国をですね待ち望みながら暮らしていくのが信徒の歩みだということですでは私たち結論的にど,のよどれほどの準備をしているでしょうか私たちは私たちには自分の信仰自分の御言葉自分の体験が必ず必要なわけです最後の時の苦難は、えー、今までのものとはべ比べることのできない苦難であると語っています もう両親の信仰であったり、またえ友人の信仰であったり、そういう信仰で行くのではなく、自分自身の信仰でいかなければいけません。神様から与えられる自分の翼を持って、歩むことができなければならないわけです。もっと高い高い、そういう霊的な実力を持って、歩むことができるように、成長しなければいけないことを意味しています。 神様だけを待ち望み、神様に頼り、私たちのその中にですね、御言葉を保存して、神様から喜ばれる、そういう、えー、認められる信徒として成長していかなければいけないということです。ダニエル12章、10節を見ると、多くの者は自分を清め、自分を白くし、かつ、 寝られるでしょうとしかし悪いものは悪いことを行い一人も悟ることはないが賢いものは悟るでしょうと語っています私たち自身一人一人がですね御言葉を悟って自分自身を清めそして神様に求めておられる姿に変えられていかなければならないということを語っていますですから私たちはですね、えー、一人も、えー、離れることなく自分の場所に行って自分のその信仰を強め 神様から求めておられる誠の信徒として成長し歩んでいく信徒となることはできるよ主のみをもて祝福いたします。祈ります。愛する父なる神様、感謝いたします。今日も私たちを愛してくださり、あらぬの自分の場所で御言葉を受け、信仰を強められ、私たちの信仰を回復する。 恵みの時間を与えてくださり感謝いたします私たちが生きていく中でどんな苦しみや迫害や辛い出来事があるとしてもそれもまた私たちをまことの信徒として変えるためにまた私たちの信仰を強めてくださるための神様の愛の過程であるということを信じます私たちどんな時にも感謝し神様の前にしっかりと歩むことができるよう導いてください私たち各自が大きな翼を受けて どんな時にも大きく羽ばたいて天に昇る非常する信仰を与えてください。どんな時にもいつも感謝を持って歩むことができるように信仰によってまた恵みによって多くの恵みを受けながら歩む信徒となることができるようどうか導いてください。今日もこの時間神様の前に感謝を持ってあらかじめ準備したものを捧げます。捧げるもの一人一人に神様の恵みと祝福を与えられますように。 私たち習慣的に捧げるのではなく、本当の誠の感謝を持って捧げるときに、神様から喜ばれ、また私たちにも大きな祝福として戻ることができるよう導いてください。祈った通りになることを信じて感謝し、主イエス・キリストの皆によって切にお祈りいたします。アーメン